皆さん、スキングでーす。今回は、なんと、プレイステーション5が当たったので、開封動画を作りました。CFI-1100H。ゆっくりの解説とともに開封動画を流します。それではご覧ください。プレイステーション5の表面。裏面。いざ、開封。開封に時間がかかったのでスキップ。まずは、電源コード。次に、説明書など。次に、PS5 のコントローラー。白いものを取り出したら、中身コントローラーの充電ケーブル、タイプ C と。HDMI ケーブルと。プレイステーション5のスタンドがありました。そしてついに、プレイステーション5の本体の登場です。やっと出すことができました、わら。入っていたものを並べました。袋から出していきます。本体の外観です。コントローラーです。スタンド。HDMI コード。電源コード。コントローラーコード、タイプ C。説明書など。以上です。いかがだったでしょうか？プレイステーション5の本体はとても重たかったです。コントローラーは任天堂スイッチより少し重い感じです。これから PS5 で PS4 のソフトや PS5 のソフトなどいろいろやっていけたらいいなと思います。それでは今回はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録&高評価お願いします。次回の動画もお楽しみに。それでは、バイバイ。